まく判断できない。さあもうこれボスでしょ、この作りは。もうボスだよね。魔法かけてきた。あー寝たー。まあ伸びたじゃないだけまだいい。空気砲寝たかー。ほんとドラえもんはただただいるだけだから、ほんとただ飯伸びけに、ほんとただただいて飯ね、ただ飯だからね、もう完全ニートですよこれ。家庭用の何ロボットだ、 なんとかロボット、お助けロボットみたいな感じなんだろうけど、何もしないからね。家事もしてないし、よっと。でも不思議道具ね、不思議道具は出してくれる、秘密アイテムは出してくれるけども、それだって毎日毎日365日出してくれてるわけでもない。おっと、レントゲンバット、これは初めましてさんだな。ちょっと攻撃集中してみるか。あ、でも結構ダメージ入るなこれ。あ、そうでもタフだ。あー、オッケー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 、わかりました。よーし、オッケー、いいね、ダメージ入るな。よし、なんじゃの首飾り、あんまりつけたくねえなこれ。まあでもなんじゃずくは割といい人たちだからね。うん、いい人たちだから。あ、じゃあ使うじゃないよ。もう一番後ろまで行くのめんどくせえんだこれ。あれ、使うにすると一番前に来るのか。あれ、どこ行った。あー、いた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 、やっぱり一番前に来るんだ。あー、めちゃくちゃ強え、これめちゃくちゃ強え。船長のバッジをドラさん、オッケーオッケー、強くなってるよ。サメの歯を伸び伸び、てめえおめえ、よいしょ、うん、まあ、まあまあまあいいか。鳳凰の指は、鳳凰の指はジャイアンつける。ジャイアン指太くて入らねえんじゃないかこれ。大丈夫かこれ。あれ、あ、のび太にしたか。ジャイアン、まあいいか、これでいいか。思想蝶の羽をポケットに入れてしまい込んで、さあ出発だ。今日が昇る。空気砲、これで一体落とせると思うから、ここでどうだ。いやー、これまたとんでもねえ火力持ってんなこのレントゲンバット。これまたくそー、頑張ったー、落とせ、 OK、 これも落とせ、よし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 。ここちょっと倒しきってしまう。よし。いやー、強えんだよ、ほんと。なんかこのフロアにね、入ったらいきなり敵強くなりましたね。ちょっとね、もうだから、だいぶ近いんじゃないのと思うんだけど。おい。またこいつらかよ。またこいつらだよ、もう。とにかく落とせ落とせ、一旦で落とせ、一旦で2体落とせ。うわー、落とせない、くそー。じゃあさ、じゃあさ、こうしてこうして、これでどうだ、これでいいでしょう。やばいやばい、食らってる。よし、
メガドラ焼き、あー、いらねえっちゃいらねえんだけど、でも、まあ、この辺のアイテム使ってもいいんだけどな。使うか。たらたら溜まっていくだけだしね、これ。探すのももはやめんどくさいっていう。スーパードラ焼きを伸び。あと一回伸びに使わせてやるか。ほんと手間のかかる子だね、もう。あれ、どこ行った？あ、スーパードラ焼きとかちょっといっぱいあったね。ちょっと待って。スーパードラ焼きを伸び。OK、もうこれで行く。2体だったらまあ。まあ、チラシ大丈夫かな。1個レベル上がれば。うわ、かわされた。ジャイアン、もう劇場版になったらジャイアン弱くなるから、ほんともう普段めちゃくちゃ強えのに、俺はそんなジャイアンを見たくないぞ。 OK、よし。ちょっと、ドラえもんで回復だ。ちょっと全員にばらまくか。ケチらないで。どら焼きケチらないで全員にばらまこう。ジャイアンは大丈夫。でもね、まあ大丈夫だけど、ばらまくか。よし、もう近いと信じて。だいぶ登ってきたよ。あれ、こっちなんもないよね。あるじゃないの、もう。どっち？多分遠い方だと思うけど。いや、これなんかセキルとくせえな。どうなんだろう。ここに来て、ちょっと道を分けるっていう。あれ、そうでもないな。そうでもない。宝箱を置いて終わりだ。オッケーオッケー。だったらこっちに来た甲斐があったってもんだ。さあ、もうちょっとですよ。もうちょっと。はい。これ取って。ドラゴン、来た！これかい、ドラゴンスレイヤー。これ多分めっちゃ強いんだよ。ドラゴンスレイヤーって知ってるかい？みたいな言ってた人いたからね。それだけ。もう思いっきりあの会話を投げられて終わりみたいな。そう。そういう人いるよね、ほんと。自分の言いたいことだけ相手に問いかけて、もうベラベラ喋る人。いるんだよ。酔っ払ってもあの自分の話しかしない人もいるからね、ほんと。最悪です、マジで。コンボをジャイアン。いや、ジャイアンにコンボはかなり似合うんじゃないか？いいね。ジャイアン、強いよ。ちょっと待って。いや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 、強いジャイアン。いいっすね、頼もしいっすね。頼もしい。お、一気に階段まで行けた。よし、ここもちょっと一気に。行けない。行けないんかい。空気砲。どうだ。とりあえず一体だけでも落としたいけどな。どっちか落とせねえかな。主人公かジャイアンかどっちかの側。落とせねえか。落とせない。ああ、確実にやっぱじゃあ一体ずつ。方いいのかな。ダメージこれ一体落としてれば片方のねダメージ受けなくて済んだもんな。よし、おっと、ドラえもんだった。間違えた。これ間違うんですね。ドラえもんの道具使いた時、このドラえもんをこうチョイスしたくなっちゃうんすよね。行くぜー。すぐ敵が出る。もう、
どう采配すればいいんだろう。やっぱもうこれしかねえか。こういくか。確実に1体落としたい。もう一つぐらいレベル上がれば多分攻撃散らしても落とせる。うわ、これだよ、これだよ。予定通りにいかないよ。もうしっかり頼むよ。よろしくお願いしますよ。はい、あらららこれまた主人公の攻撃が空振っちゃう。うまくいかないね。お願いしますよ。よーし、ちょっとこのまま行くよ。はい、またまた続くのかこれ。いや、このまま行きたい。よし、一体だったら押し切ってしまう。ちょっとこのフラこのまま行きますね。もうこの上がボスいるものだと信じてちょっと行ってみる。くー、うーわ、石男そのまんま、そのまんまです。石男、はい、一応男らしいですね、石男って。はい、一応性別あるみたいですけど。回復だ、回復だ。よし、いいね。ファイト小槌やっぱペホマ的な感じだから完全回復する。完全回復だよね多分ね。まだ続くのかよこれ。またよ、長えな、ほんとこれ。これ12時超えますね。はい、まあこのままいきます。このままいきます。はい。ここクリアするまでいきます。今日の配信は、ここクリアするまでやります。ここで全滅したとしても、配信終わりません。はい、クリアするまでいきます。OK。誰、ジャイアン。ほらほら、上がり幅がやばい。これもう抜かれたんじゃない？ほら、抜かれた。すげえ。これで一番型落ちの装備つけてるからね、ジャイアンは。すげえよな。くそー、でも、次で静香ちゃんが仲間になるってなったら、やっぱ抜けちゃうんだろうなと予想する。まさかここでのび太が抜けて静香ちゃんを仲間にするっていうのはないんじゃないかなと思ってはいるんだが。あー、下がるな。マントじゃあドラえもんマントとかつけれるのこれ。首回るかい。あ、回る、首回りますこれ。はい、じゃあコウノロブお前、じゃあのび太お前つけろ。はい、のび太がこのローブ、竜骨かぶとをジャイさん、ジャイさんがよし、 OK、 いいね。ジャイさんちょっとポイントゲッターになりつつあるね。てかもうなってるねこれね。まだ続くのかよこれは。もう道分かれてるし。これドラゴンファイヤー、ファイヤーですよ。ファイヤーでなくてファイヤーですよ。ドラゴンファイヤーじゃなくてドラゴンファイヤー。またかよ、またかよ。はい、オッケー、よし。ちょっとドラえもん回復だ。ちょっとね、だんだんちょっとドラ焼き余裕なくなってきちゃったよ。
あんなにあったのに、あんなにあったのに、もう1000個しかないよ。毒消える。あんなに一緒だったのに。くそ。あ、逃げた。魔物の逃げる 100% これ成功するって、これずるいっすよね。ずるい。対等じゃないよ。ちょっと。まあまあまあ、いいでしょう。ちょっとこっちが多分、下の方に行くみたいな階段だから、こっちがね、多分ね、正規ルートじゃないと思うんだ。多分ね。いや、でも分からんよな。宝箱あるとかじゃない。石男3体。やーべえ、ちょっと大丈夫かい。どら焼き、どら焼き2000個ぐらいあったんだけどな。大丈夫かな。どら焼き2000個使い切っちゃって敗北とか最悪だぜ、そのパターン。そのパターンマジ最悪だぜ。そうなると夜も深くなりますよ。オッケー。誰誰誰誰、ドラえもん。ああ違う、伸びたか。まあまあまあいいや。ドラえもんじゃなかったけど、やばい、966しかない。え、こっち正規ルートじゃないことを祈る。爆弾じゃないことを祈るぜ。こっち正規ルートだったら途中で戻りますよ。はい、戻りますよ。空気砲、いやもう全体攻撃使いまくってるからね。どら焼きも減るわな。はい、ドローンですか。はい、お疲れ様です。空気砲攻撃散らす。2ターン目は攻撃散らす。よし、オッケー。よっと、あれ正規ルートくせえな。いやー正規ルートくせえなこれ。いや戻るか。え、そうでもないか。わからん。ちょっと待って、これ一回戻ろうか。一回戻ろう。うわつえーよ。まあ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 、いや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 、これまくっそー。ちょっと待って、倒しきれないか。倒しきれないか。どうだ。あ、オッケーオッケー。ちょっと待って、ちょっとちょっとマジでさ、ちょっとドラ焼きがやばいから、まだ800あるうちにちょっと手を打たないといけない。薬よけ使うよ。薬よけ、薬よけシール、ポケット役よけ。ちょっとどんだけエンカウントダウンになるか分からんけど、ロープ、ちょっとこれ一回戻りますわ。あっちのルートちょっと確認したい。よし、エンカウント下がってる。オッケーオッケー。よしよし、オッケーオッケー、いいぞ。いいね。こっちのルートだよね。あ、うん、やっぱそうだ。宝箱。
ほらーもう元気の出る爆弾、またちょっと抽象的なアイテムだけど、これは使う。なになになに、お、あ、みんなの元気ベホーマラー的な感じだねこれ。あーこれも欲しいな、のびちゃんに渡すか。元気の出る爆弾のびただな。厄除けシールの効果、ちょっとこのままもう一回厄除けシールで。でもめっちゃくちゃ100ぐらい使ったんじゃない、100は持ってるか。あ、こっちに戻ってきてるね。そっかそっか、こういうルートか。でこっちがやっぱり正規ルートなんだ。いやいや、あのどら焼き100個ぐらい使ったんじゃない、100個はちょっと持ってる、かなり減ったよね、かなり減った。あれ、なんかおかしくね、ルートが。あれ、なんかおかしくね、こっちでいいのか。あ、いいんだね、こっち、こっから先まで行ってないんだもんね。オッケーオッケー、よっと、ほら、痛輝きの鈴、輝きの鈴は、これはアクセサリー的な。もう鈴が輝いてるんだよこれもう。その、じゃあ輝きにちょっと期待しますか。あー攻撃が下がる、銃も下がっちゃう、いらんこんなもんいらん。ドラえもんにつけて輝かせとけ。いやードラえもんも下がる、いらん、あんまり良くねえなこれ。伸びがつけるとより映える。まあ、ヒーラーだからな。より生える。より髪の毛が生える。サメの歯で、まあ、いらん。うん。よし、行くぜ。え？まだまだ、もう一周しなきゃダメなのか？これ。なんだよ、もう。うわー、またまた続く。これは厳しい。これは厳しい。非常に厳しい。スーパードリアキ。はい。ちょっとまだ歩かせんのこれ。ゴルゴサウルス、ゴルゴ。ゴルゴが来たかい。いや、それはいいんだけどさ、ちょっと。ドラ焼き、ちょっとマジドラ焼きやばいんですよ、マジでやばいんです。ちょっと使いすぎかな、使いすぎてる気もするけど、でももうちょっとだって思えばよりやっぱこっちの方楽だから、この選択をしてしまう。はい、オッケー。なんかね、ドラえもんがねレベル上がってもあんまり HP がね伸びないっていうか、タンマウォッチ、またちょっとここに来て秘密道具たくさん来るねこれ。タンマ、あ、ちょっとどこ行った、タンマウォッチ、これは何の意味なんだろう、ちょっとわからないけど、今試すのが怖いんだよね、どら焼き使っちゃうからな。ほら減ってるもんね、効果なくても。ちょっとダメだ、ちょっと試しで使うのやめよう、ちょっとここをクリアするまで。空気砲、もしかして敵止まるとか、やってみるか。そういうことか、止まったり止まらなかったりって感じか。OK、 わかりました。
いらねえな。確実に止められるならまだしも、まあまあ確実に止められたらもうチート級だよね。オッケー、止められる敵と止められない敵がいる。あの確率か、多分確率だろうな。いらん。オッケー、厄除けで駆け抜けちゃってもいいんだけど、これやるとほんと癖になると思うから、本当にもうどら焼きがもう200とか300、200、300ぐらいまでいったら、そこまで減っちゃったらもう厄除けで突破する。ものすごくもうアイテムばらまいてるね。どら焼きこれだけ置いてくれてるんだよ。これこれだけ置いてくれてるから使えってことなんだな。回復置いてく、わざわざ置いてくれてる。竜の金か、竜の金か、はい、いきますよ。あーダメ、我慢は上がる、防御は上がるけど攻撃は下がっちゃうから、パス、多分ドラえもんも下がるんじゃないかなって気がするけど、うん、攻撃は下がるね。ダメ、いらん。あくまでもオフェンシブに、オフェンシブに行きたいと思います。はい、攻撃は最大の防御です。 OK、輝きの鈴はすぐジャイアンの手元に来ました。ものすごいこのスライド、スピードが速い。ああ、うん、まあまあいいか、なかなか強いんじゃない。よし、これもうついたでしょ。またかよ、もうまだかよ。空気砲、衝撃波、ピストル、うーん、主人公も出して、いやダメだ、そうなったら本当にもうどら焼きもうガツガツなくなっていっちゃう。ダメだ、ジャイアンがやばい。どうする、回復させるか攻めるか。ジャイアンがやばい、回復だな。空気砲 OK、やっぱベホマっぽいですね、全回復っぽい。ファイト小槌はよし OK。 くーくーきついよー、地獄だよーこのエンカウント。そう、くそー。まあそれでもやっぱレベル上がると HP 回復してくれるんで、まあいいんですけどね。これで HP 回復しないパターンだったら地獄よ、本当にこれ演歌地獄。マヒナオール、はい、よーし、やっと着いた、やっと。ここで全滅したりしてね。いやいや、それはマジ勘弁だぞこれ。全滅したくねえぞこんなとこで。それはマジちょっとここ集中していこう、ここ集中ね。これだけの高火力の敵だから多分ね、1人とかちょっと不注意で1人とか2人とか落ちちゃったらあっという間に壊滅に追い込まれちゃうだろうから、こういうところだからこの辺のね HP のマネジメントはきっちりやらないと地獄を見るんです。オッケー、大丈夫だ。あとは殴れ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 、よっしゃ。誰？ジャイアン。ほらほらほら、力7、我慢8とかやばくねこいつ。ちょ、待て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 。ちょっと全員に振ろう、これ。
もね、俺ファイトコード時全員に振るよりだったら全体回復のあの秘密道具使った方がいいのかな、なんだっけ、元気の出る爆弾だっけ、あれ使った方がいいのかな、どっちがいいんだろうね、誰にも出す、あ、うそー、もうたった一歩下に行っただけなのに、もうせっかく全開にしたのに、くー、世間は厳しいなー、おい、あー、ダメだ、全開しね、ちょっと待って、今ね、ちょっと待って、伸びた343343、あー、全然100も使わねえかったわ、2020か、ごめんなさい、100ってちょっと持ったね、うん、20でベホマラー、これいいな、あ、これいいな、オッケー、行こう、ついにここまで来たか、普通に喋るんだね、人間の言葉、しかし私たちには勝てないぞ、すげーシンプル、土玉マスター、金と銀っていう感じなんかな、多分、よし、長かったね、ほんと長かったね、行きましょう、まずはというか主人公基本的に殴るしかないよな、左から行くか、で、どう回復のためにこれ全体攻撃使わない方がいいのかな、20でしょう、あー使わない方がいいのかな、使わない、でのび太がこれ2体いるから1体だったらドラえもんのファイト小槌でいいんだけど、2体いるから一応このペホマラー的な元気の出る爆弾で回復するって感じで行った方がいいかもしれん、でどれだけ20消費だから323、まあ10回以上は使えると、うん、とりあえずは全員殴ろう、それこそこういうとこで空気砲とか使えば、あ、でもあんま通じないかもしれないね、このボスに強いボスに、そのなんだ秘密道具だから多分効かないと思うけど、強い強いよ、もうマジかよマジかよ、ちょっとちょっとちょっと、主人公まあひってるし、お医者さんガバン持ってんの主人公だし、もうちょっと早く、伸びた早く、伸びた早く、あぶねえ、いやーでも回復微妙だなこれ、さっきも言ったけどこれね、一回ね、あのこのバトル中で落ちたらさ蘇生する術がないので、うわ、一番のダメージソースが落ちた、マジか、復活する術ねえぞ、マジかよ、ちょっとジャイアンに頼るかこれ、いやーこれは厳しい、ドラえもん落ちるとかだったらまだしもなんだけど、主人公落ちたの、これは痛い、あ、でも一体落とした、これで気持ち楽になんじゃね、あ、こっちそこそこダメージ入るな、あ、こっちそこそこダメージ入る、これもしかしてこっちから倒さなきゃダメだったパターンか、もしやそれっぽいな、こっちからパターンか、うわー、でもどっちにしろ危ねえ、どっちにしろ危ねえわこれ、うわー、かわされてる、ドラえもん落としたくねえ、落としたくねえ、頑張れ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 、終わったー、かわされたー、
くー、ここで全滅したくない、ここで全滅したくない。まあ火が取れた、全滅したくない。くー、伸びた、早く伸びた、早く早く伸びた。くー、あぶねー、あぶねー。ドラえもんチョコ回復だな。うわ、おお、倒したー、よかったー、やったー。お前ら倒れたったけどね、お前ら死んじゃったけどね。みんなよく頑張ってね。さあ、エンリルの町に帰ろう。はい、帰りまーす。おつー、おつー、君たち本当によくやってくれた。君たちのおかげで恐竜たちもおとなしくなった。なんじゃ族とも仲良くやっていくよ。早く静香さんが見つかるといいわね。はい、それでは皆さん、僕たちは地上に帰ります。皆さんお元気で。いいね、いいね、こういうのね。よし、残るは静香ちゃんだね。さあ調べるよ。わかった、どこどこ。古代、おお、昔の日本。来たー、来たよこれ。よし、出発だ。おっと、その前に俺母ちゃんのとこ行ってくる。店をサボってるからおっかないもんな。すまん、また後でな。ギガゾンビどころじゃねえって話か。戻ってこれるかな、ジャイアン。あー、どうしたのドラえもん。タケコフタの電池がなくなっちゃったんだ。いつものパターンです、これ。劇場版でよくある話。仕方がない、これからは歩いていこうよ。そうそう、歩くのは健康にいいからね。はい、とりあえず元気1位だよな。回復すっか。ドラさん、ドラミちゃんを呼んで。はい、うわ、あと1950個。食いきれねえよそんなに。まあそれだけ戦ったってことか。オッケー、2000個に第2復帰。ちょっとジャイアンの様子見に行ってみる。どこだったっけ、ここじゃねえな。ジャイアンチは、ジャイアンチここだ。ちょっと見に行ってみるか。出てこれるかな。たけしなら人類の危機だとかわけのわからないこと言ってたけど、怒鳴りつけてやったらしぶしぶ隣町まで。やっぱり離脱だよ。もうせっかく、でも今回ほんとジャイアンいなかったら倒せなかったかもだよね。一番のダメージソースの主人公落ちちゃったからさ。ジャイアン様様、それだけにジャイアンの離脱は痛いなー、これ。ちょっとスネオどうなった。スネオまだやってんのかね。ごめん、まだ。やっぱりお前持ってこれんのか。うん、頑張って作ってね。僕たちは静香ちゃんを探し、いやー、お前一人で来れんのか、大昔に。おいおいおい、まあいいや、時間もちょうどいい、ちょうどいいってか、もう過ぎちゃってるしね。ちょっと出来すぎくんにちょっと挨拶して行こうか。のび太くんちの机には何か秘密があるって誰かが言ってたけど、え、あ、え、あ、タイム、ま、あ、あわわわわ、そういうことね。なんでもないよ、へへ、オッケー。だからのび太の家行って机の前でタイムマシンを使えってことだと思うんだよな、だと思うんです。多分のび太んちどこだったっけ。あれ、まあここで終わろうか、キリいいからね。またちょっと次の世界に行って街行ってってなると、また情報収集とかしたくなっちゃうから、うん、ここで終わって。あれ、のび太んちどこだったっけ。これか、あ、これっすね。多分セリフ変わらないよね、のび太の母ちゃん。あ、変わらないね。よし、じゃあちょっと長引きましたけども、ちょっともう一回、もう一回ね、セーブしよう。うん、長引きましたけども、じゃあ、本日はこれにて終了したいと思います。
ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。